全国で急増する SNS 型投資ロマンス詐欺や闇バイトなどを行う匿名・流動型犯罪グループの対策を強化する県警のプロジェクトチームが発足し、初会合が開かれました。今月5日に県警本部に発足した重点治安対策プロジェクトチーム、 SNS などを通じて集まった実行犯が相次いで犯罪を繰り返す匿名・流動型犯罪グループへの対策を強化することが目的です。刑事部、生活安全部、交通部、警備部、地域部の5部門13の課で構成します。初会合にはおよそ30人が出席しました。匿名・流動型犯罪グループは強盗のみならず、特殊詐欺、SNS 型投資ロマンス詐欺、組織的窃盗、盗品流通事犯、悪質リフォーム事犯などのさまざまな犯罪に関与しております。警察組織が保有する関連情報を部門を超えて集約し、必要な情報共有を図り、かつ全国的な連携が必要不可欠というなるものでございます。8月以降、関東地方を中心に一般住宅に押し入って強盗などを行う、いわゆる闇バイト事件が多発していて、県警は県内でいつ発生してもおかしくないと危機感を強めています。また今年県内の SNS 型投資詐欺ロマンス詐欺の認知件数は先月末時点で合わせて138件、被害総額は8億5000万円を超え、去年の参考値のおよそ 3.5 倍と急増しています。対策チームは今後、犯罪グループの実態の解明を目指し、各部門の情報やノウハウを横断的に共有、連携していきたいとしています。